やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバ、ズバ、ズバッと時事ネタトークです。こんにちは。学校がいつ始まるのかとかね、わからないと、先生たちもね、修学旅行とか決められなくて大変ですよね。本当にこのままでいいのかとか、移動させるのとか中止なのとか、生徒も修学旅行行きたいよね。修学旅行といえばね、私、小学校、中学校、高校ともにね、普通修学旅行ってさ、みんなで大部屋でこうさ、畳の部屋で10人とか15人とか、わーって寝るでしょ？最近はどうなのか知らないけど、私の時代はそうだった。大部屋になんか15、6人の女子がわーって寝る感じだった。で、その中で、そんなに女子が集まってたら寝ないわけですよ、普通に考えて。まあ男子もだろうけど、楽しくなっちゃって、テンション上がっちゃって、そりゃ寝ないよ。先生たちが見舞いに来て、こらーっていつまで、もうそろそろ寝ろーみたいに怒鳴られるのが修学旅行の光景でしょ。だけど、玉木はマイペースすぎて、小中高ともに全部9時、10時になったら、じゃあ私は寝るからって言ってみんなが大騒ぎしてる。部屋の端っこで布団かぶって、くーって寝てて、先生に、小中高ともびっくりされ、担任の先生にね、びっくりされて、え寝てんの？この状況で寝てんの？どうやって寝てんの？みたいな。そういう女です、玉木。マイペースだし、眠い。とにかく何時間でも寝れる。覚えといてね。大事なところだよ。はい。で、今日のお題は、じゃん。日本の今年の夏の気候とか天候はどうなる？感染症もあれですが、天候気候も大事ですよ。去年の、あの2019年の台風、怖かったですね。本当に怖かったよ。多摩川がまさかあんな状態になるだなんて、誰が予想したことでしょう。びっくりだよ。多摩川ってあんなにさ、幅があって、あんな、余裕がありそうなのに氾濫するんだみたいな、びっくり。はい、ということで、まずね、梅雨の長さとか降水量からいきましょうね。これどうやって占おうかな。普通にカード1枚引いて、それから見ますね。カードからインスピレーションを得ます。難しいな。はい、梅雨の長さとか降水量はどうなんでしょうか。方位陰者の逆。これはですね、ジメ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 していますね。陰湿な感じですよ。暗いですよ。これは多くて長いだろうね。かなりな、長そうな感じがするんだけど。なんか下手したら梅雨明けしないくらいの勢いな暗さのカードですよ、これ。明けないんじゃないみたいな。明けない梅雨あったね。あったあった。私もなんか中学生くらいの時あった。とうとうこの年は梅雨明け宣言しませんでしたみたいな年あったあった。次、待って。梅雨が長くて明けないとですね、某感染症が紫外線とか高温とかに弱いとか言ったじゃない。あれがちょっとかき消されるんじゃないっていうのが心配がありますね。はい、次、気温。気温は平年より低いんでしょうか、普通なんでしょうか、高いんでしょうか。あ、これあれね。6からだいたい、あ、でも台風が来るけど、9とか10月くらいまで。はい、夏の気温。はい、夏の気温はどうなんでしょうか。おー、節制ちょうどいいって感じよね。うん、ちょうどいい、過ごしやすい、普通、いつも通り。わかりやすいカードが出てくれてありがとう。とてもいいよ、これ。あのね、水がこう流れてるでしょ。気持ちの流れとかお金の流れとかも、流れるものがよく流れてる、順調ですみたいな感じなので、気温の流れ、それもいいでしょう。では、台風がいくつ接近するのか、そしていくつ上陸するのか、これね、いくつ接近するかっていうのを、1951年から2019年まで、気象庁のサイトだったかな、に全部書いてあって、見たら、接近っていうのは4回から19回だった。最低が4回。最高19回。すごい幅があるのね。4回ってすごい少ないね。あと上陸っていうのは0回の年もあれば10回だから0から10だった。2019年までは0回って年あんだね。へーと思って。
はい、ズバッと出ました。これもなんとなくなインスピレーションです。まず上陸は太陽の逆が出た5回かな、5で、接近がこれかな、タワーが出た12、うん、12の5、こんな感じでちょっと多めなのかな台風。そしてですね、去年みたいななんか大きな水害はあるんでしょうか、水害はあるんでしょうか。あんまりね、これもなんか人命に関わりそうだからあんまり占いたくないんだけれど、念のため占っておきます。水害はありますでしょうか。水害、大きなのはありますか。あ、太陽、これはなさそう。大きいのはない。うん。でも安心してはいけません、過信してはいけません。備えはいつもしておきましょうね。去年の台風のあの時何が必要だったかなって考えて、停電したら何が必要か、浸水したら何が必要かっていうのをね、また見直しておいてください。ということで、日本の今年の夏の気候とか天候についてでした。では皆様、引き続きお体、心の健康に気をつけてください。じゃあね、バイバーイ。